1955年、シカゴ自動車モトラマショーでのゼネラルモーターズのパワーマサンモービルは太陽光を動力とする自動車模型である。ゼネラルモーターズ社のウィリアム・ジュイコブが全長15インチの模型を制作して1955年8月31日にシカゴのゼネラルモーターズ自動車ショーで実演した。自動車は未来的な作りのジオラマで、 太陽エネルギーの可能性を実演した。それは縮小された模型だったので人が運転することはできなかった。1955年に開催されたゼネラルモーターズモトラマカーショーでのコブの模型自動車はゼネラルモーターズパワーアンマで見られる。ゼネラルモーターズは当時太陽電池の効率が仮に100%でも12馬力しか 得られず平均的な当時の自動車を走らせるには不十分だと見ていた。コブは太陽光発電の分野を自動車省に取り入れ200万人以上もの人々が見た。当時、すべての自動車はガソリンエンジンだった。コブのサンモービルはバルサでできた屋根の上に12個のセレン太陽電池を備えていた。これらの太陽電池は直並列で接続され太陽光を直接電力に 変換して小型の低換性電動機を駆動して走った。電動機は 2000rpm で回転して1点を V の電圧で走行した。電動機の回転力は電達軸に伝えられ、プーリーで後輪を駆動して車両は前進した。模型自動車のバルサ材の車体には5つの区画があった。中央の2区画には電動機と駆動機構が備えられた。それらは 精密な歯車で電動機から車輪へ伝達された。歯車比は3、1で、モーターの歯車は最小で最大のギアが後輪を駆動する。これらの歯車ははしご型のチェーンで、スプロケットとつながる。ゴムタイヤは模型店で売られているもので、直径1.5インチだった。後輪の軸の直径は1、8インチだった。太陽電池と電動機は、 標準的な20号導線で接続された。ありがとうございます。